どうもまんじゅんです。で今日はですね、以前スポタカさんでスポタカさんに来ました。スポタカさんには草野球人がワクワクするようなカラーリングがたくさん。フランクリンはもちろんですが、メジャーリーグでも使うブルースボルトも在庫がありました。そのたくさんの中からワンちゃんが購入したのはこちら。やっぱグレー、グレーブーム来てますね。元からグレー好きなんやな。買わなあかんくなったな。買うわ。だって気づいたもん。購入したこちらフランクリンのバッテ、ちょっと使っていきたいと思うんですけど、まあ、動画見てくださった方はわかると思うんですけど、これなんかやっぱ質感ちょっと変わった気するような。へー。でもこれメーカーさんに確認してないんで、はい、ほんまに個人の感覚で、ボブさんも言ってたから、はい、あながち間違ってないかもしれないですけど、はい、まあ、この辺もちょっとね、新作、レビューしていきたいと思います。グレーで、新色なのかなこれ確か。で、ハイサイズカラーで、なんか別に模様なんてデザインは変わってないんだけど、はい、まあ、動画にも言ったんですけど、この肌触り感、なんかこれがなんかちょっとね、素材が変わったんかなっていう、しっとりしてるんですよね。もっとパリパリしてるイメージあったんですけど、はい、はめてみるとめっちゃ柔らかめで、なんか海外製品じゃないみたいな、結構分厚くてパリパリしてるっていうのが海外のイメージだったんですけど、はい、こうしっとりしながらちゃんと手動きついてくる感覚があって、もしかしたら進化したんかもしれません、うん、これちょっと、試合でね使っていきたいと思います。はい、はい、もうエラーはしゃあないからね、みんなでカバーしなきゃ。これ一番いいな。何万円だ、これ何万ちょい、試合くれー、試合いこう、暑いからここやってば、はい、ということで第1打席はショートゴロ、続いて第2打席、初球はまっすぐでストライク、2球目、これはカーブですかね、簡単に追い込まれてしまいます。そして3球目、スライダーでボール、次の球、これがセンター前に抜けるかと思いきや、ショートの守備範囲、必死のヘッスラでなんとかセーフ。新しいバッテ汚れた。続いて第3打席はツーアウトランナー一塁ランナーコウスケが初球にスタート、ナイスラン、カウントはワンボール、状況的にはね 2-0 で勝って、あともう1点欲しいところなんですが、まっすぐ打ち返してセンター前、少し判断が遅れたコウスケ、ここは1点欲しかった。キャップもこの仕草、チャンネル登録よろしくね。はい、ということでいかがだったでしょうか。いろいろバッティンググローブメーカーさんありますが、僕はですね、まあ、フランクリンを購入したのが、まあ、多分4年ぶりぐらいに購入したんですけど、まあ、冒頭でもあったようにちょっと素材が変わったように感じます。バッテを変えると打撃が好調になる、これね僕結構そういうこと多くて、最近ねバッテをコロコロ変えたりしちゃうんですけど、まあ、フランクリンのバッテしてから打撃今好調なんですよね。で、まあ、フランクリンは海外のメーカーなんですけど、まあ、ちょっとこう質感が変わったのか、こうちょっと柔らかい印象に変わってたんで、皆さんね、ぜひ気になる人はフランクリンのバッテ試してみてください。僕が購入したのは S サイズです。でも海外サイズなんで、まあ、正直ちょっ
気持ちちょっと大きいんですよね。なんで XS があればなお良しなんですけど、まあそうやな、ちょっと余るぐらいですかね、僕のこの手のサイズで。試合中とか松ヤニ僕結構つけるんですけど、松ヤニとの相性もフランクリンの場っていいなと思ってるので、こうまあ新品でね使いましたけど、馴染みも良くて、あのグリップ力も良くて、こうなんかあんまり合わないバッテだとペタペタしちゃって、こうバットと手袋がつきすぎて離れへんとか、なんかそういう素材なんかあるんですよね。個人的には好きな質感かなと思います。スポタカさんね、お邪魔させてもらったスポタカさん、たくさんバッテ置いてますので、草野球人にぶっ刺さるカラーリング、メーカーたくさんありますので、大阪来られた時はね、ぜひ、一度、スポタカさんへ足を運んでみてください。視聴者さんが、僕今これ使ってます、みたいな、もしあれば、コメント欄に書いてください。良ければ動画にしたいと思いますので、皆さんぜひコメント欄でお願いします。まあ、また後々ね、ちょっと試合動画、ちょっと話は変えますけど、試合動画がちょっとずつ溜まってきてるんで、まあ、どこかで試合動画も出していきたいと思うんですが、僕が購入したフランクリンのバッテ、購入リンク貼ってますんで、気になる方は概要欄から飛んでみてください。もうすぐ飛べるようにしておきます。まあ、需要があれば出していきたいと思います。ということで、今回の動画は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お気に。ワンチャンネル